9月27日のセリーグ順位スレ、巨人さん、首の皮一枚残る。語ることなし。ほんま打点はね、悪いことではないけど。巨人の CS、首の皮一枚で残る。巨人首の皮 0.1 枚繋がったな。中日、残り4試合で17点取れば400点到達、いけそうやな。横浜が空気読まずに CS 進出しそう。激しい再開争いしてる。冗談抜きで巨人が一番弱いんちゃうか今。今日は阪神横浜半分捨て試合だったとはいえ。中日が面白いことをしないと伸びなくなったな。完全に中日中毒。三球ヤクルト。巨人はアーラの身体どうすんの？打撃タイトル争いになりそうなのも最多安打くらいしか残ってないな。他の主要タイトルは大体決まってる。巨人はマジで上がり目ないな。今月5完封負けとかやろ。腹下ろしに必死なんやな。阪神が勝って中日が負けないと順位すれは伸びない。巨人は山崎伊織と秋広の規定到達はさせてあげてほしい。残り4試合で前者は3イニング、後者は16打席。B クラス決まったんやし秋広から浅野出して丸長の松田原首にしてくれんかね。松原はどうなんや？ええと思ったんやけどここ数年急におらんなったやん。なんか阪神もうやる気ないな。というより余裕やし若手育成に走ってるんか？どっちなんや。ダジャレでもなんでもなく原は来年何やっても首飛ぶだろうし、ある意味原くくって育成全振り采配するんちゃうか。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。